大丈夫ですか？気分が悪いんですか？ん？あれ、君は？はい、お茶どうぞ。そう、この粟島だよ。海から戻ったら道端でうずくまってる人がいて、急病人かと思って焦ったよ。初めて登ったんだっけ？最後まで走って降りてこようとしただけでも相当なガッツだよ。お疲れ様。だからこそトレーニングにうってつけなんだよね。毎日あの石段を上り下りすれば相当体力つくよ。君はちょっと体力ない気もするけどね。どれ、お姉さんに体を見せてみなさい。こらこら、暴れるな。お、どうした？あれ、磯臭い？ちゃんと洗ったつもりだったけど。うん、ダイビングに行ってたんだ。時間があるときはよく潜るよ。冬の寒いときはあんまり潜らないけど。海の中って意外と暖かいんだよ。陸より1ヶ月から2ヶ月季節が遅れてくるの。例えば陸が12月なら海は10月とか11月くらい。まあ、確かにダイビングのベストシーズンは夏から秋だからね。でも冬も透明度が高くて綺麗だよ。陸とは違う、どこまでも青い世界。見てみる？うん、うちのダイビングショップは体験コースも実施してるから、機材は準備できてるし。ライセンスは必ずしも必要なわけじゃないよ。体験ならインストラクターがついてくれるからね。自由に動き回ったり深く潜ることはできないけど。もちろん、最初からそのつもりだよ。リラックス、リラックス。気にしない、気にしない。庭に遊びに出るようなもんだから。最後にもう一度確認しよう。呼吸は？耳が変になった時は？マスクに水が入ってきたら？私から？よし、じゃあ行ってみよう。宇宙らの海にエントリー。Thank you.
そっか嬉しいな、そんな風に言ってもらえて。誘った甲斐があったってもんだね。そうだよ、ここは、この海は綺麗なんだよ。伊豆半島にはダイビングスポットがたくさんあるんだ。お瀬崎や熱海、同じ沼津でも千本浜とか獅子浜とかね。だけどどうも内浦はマイナーみたいでさ、うちの店もこの通りあんまりお客さんが来ないんだよね。ズバッと言ってくれるじゃないか。この現状がどうにも不満なわけさ。みんなもっと内浦に来るべきなんだよ。そりゃあ田舎といえば田舎だけど、ダイビングスポットの全てが賑やかな観光地なわけじゃないし、田舎という点はそんなに重要じゃないと思うんだよね。海も綺麗、魚も美味しい、富士山だってよーく見える。近くに水族館もあるからレジャー的な部分も一応クリアしてるでしょ。ホテルや旅館もあるから泊まりがけでも安心よね。それは一応やってる。どこから入ってきたの？入り口から普通に入ってきたわよ。一応声はかけたんだけど全然気づいてくれないんだから。ところで今日も暇そうね、かな。あって早々に喧嘩売られた。今日は何しに来たの、マリー。会いに来るのに理由がいるのかしら。その芝居がかった喋り方やめろ。テレビで海洋生物特集を見てたら、カナンに会いたくて胸がバーニングしそうになったの。店番中でもお構いなしにちょっかい出しに来るんだよ、マリは。ちょっかいなんて軽い気持ちじゃない。ここに来たのは自分のライフを守るためでもあるのよ。いいえ、ゲストの海洋学者がプランクトンの説明をしていたわね。この前は食後のデザートがミルフィーユだったから会いに来たとか言って押しかけてきたんだよ。全ての物事はカナンに通ず。ところでさっきの話だけど。さっき？内浦のダイビングスポットアピールの話。盗み聞きとか悪趣味。マリーの耳は地球の裏側のボイスも聞き取る優れものなのです。ま、そんな冗談は置いといて、宣伝って具体的に何をしてるの？チラシを作って貼ってる。あと SNS のアカウントもあるよ。海の様子とかお店の新商品とかを書いてるんだ。見つけたらフォローよろしく。ちなみに現在のフォロワー数は？
それは…宣伝がうまくいかなくてしょんぼりモードのカナンのためにマウイが一肌脱ぎましょう。SNS アカウントがあるならちょうどいいわ。お手軽に宣伝できるし、拡散力も強い。うまくいけば集客アップにつながるわ。投稿内容を見たけど、カーナン、あなた本当に海とお店のことしか投稿してないわね。ビューティフォーな海、デリシャスなシーフード、グレートなマウント富士、アピールポイントはちゃんとあるんだから使わなくちゃ。ってことでカナ、準備はいい？こっちはいつでも OK よ。ちょっと待ってよ、ダイビングスーツ着るのはわかるんだけど、両手にお刺身持つ必要ある？いろいろ誤解されそうなんだけど、っていうか君まで付き合わなくてもいいんだよ。マリがやり始めたことなんだし。そこまで思ってくれてるなんてありがとう。やっぱりお刺身だけじゃ弱いかしら。かぶり物とか用意できればよかったんだけど。次回も持ち越しね。ねえ、趣旨変わってない？びっくり動画撮るつもりじゃないよね。いらっしゃいませ。どうやら宣伝の効果があったみたいなんだよね。動画結構見てもらえたみたいで、ダイビング体験の予約も何件か入ってるんだ。あの動画がきっかけっていうのはちょっと複雑だけどね。劇的に忙しくなったってわけじゃないけど、この間君が来てくれた時よりはマシになったかな。ありがとうね、いろいろ協力してくれて。マリは単に私たちで遊びたかっただけな気もするけどね。まあ一応お礼は言っとくよ。そうだね、もし本当にそうなったら夢みたいだよ。とりあえず刺身はなしでお願いね。